ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、芸能人の人たちって夜の事情はどうしているのかしら？霊夢、実は芸能人の人たちは思った以上に夜遊びが激しいみたいだぞ。そうなの？じゃあ今回は夜の噂があった芸能人20選を紹介していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。一人目に紹介する人物は青木優子さんだぜ。2001年ミス KO に輝いた実績を持つ元 TBS アナウンサーの青木優子さん。一見おしとやかそうに見える女性だぜ。確かにそうね。そんな彼女は結婚前に365日中360日行為をしていると、番組内で衝撃発言をしたことで世間に衝撃を与えたんだ。これについてネットでは男一人で365日は無理、他の男も含めてのこと、などと、遊び人の疑惑が湧き起こったぞ。確かに年中無休でやるのは厳しいわよね。それほど欲に飢えている人なのかしら。二人目に紹介する人物は平野綾さんだぜ。代表作に鈴宮春日の憂鬱やデスノート、7。フェアリーテイルを持つ声優として活躍されていた方だぜ。そんな平野綾は、とあるバーで恋大好き、やあいつマジうざいと、ファンをバカにする発言をしていたところを週刊誌に掲載されたことがあるんだ。そうなの？それは彼女のイメージダウンにつながってしまうわね。これが原因で平野綾は遊び人なのではと噂になったんだ。これは免れないわね。三人目に紹介する人物は広末涼子さんだぜ。ロングバケーション、ビーチボーイズといった高視聴率ドラマに出演。他にも、竹内まりやさんプロデュースでリリースしたデビューシングルマジで恋する5秒前もヒットするなど、瞬く間に絶大な人気を獲得したのが広末涼子さんだ。広末涼子さん、ここ最近もまた話題になっていたわよね。そうだな。広末涼子は独身時代、クラブに入り浸っていたそうで、さらに危ない組織とのつながりも噂されるなど、遊び人ではないのかと囁かれているんだ。ここ最近の話題も含めて、意外と広末涼子さんはそういった人なのかもしれないわね。4人目に紹介する人物は佐恵子さんだぜ。モデルやタレントとして活躍している佐恵子さんは、2011年にメジャーリーガーのダルビッシュ有選手と結婚したぞ。2児の母となるんだが、その後離婚するなど、第一線で活躍し続けながらも、波乱万丈な人生を送り続けている人物だぜ。確かにそうね、佐恵子さんはどんな噂があるのかしら？そんな佐恵子さんだが、これまで小出圭介、香川真司、大沢慎一、前澤友作、ダルビッシュ有など数々の有名人と関係を持ってきたという噂があるぜ。数々の有名人と関係を持っていたのね、さすが魅力のある女性だわ。5人目に紹介する人物は安藤美希さんだぜ。元フィギュアスケート選手としてこれまで日本代表で活躍。オリンピックにも出場した安藤美希は、メンヘラ女性として知られているぞ。そうだったの？ああ、そんな安藤美希さんは、ロシア人コーチのモロゾフコーチと関係があったことは有名だぞ。試合のインタビューをしようとスタッフがホテルに向かった際に、部屋の中からかなり大きな声が聞こえてきたというエピソードには驚かされたぜ。まさかの行為中だった可能性があるわよね。まさか安藤美希さんがと思うと、かなり衝撃だわ。6人目に紹介する人物は蒼井優さんだぜ。2002年に三井のリハウスの10代目リハウスガールに選ばれ、2003年に高校教師で初めて連続ドラマにレギュラー出演。女優としてブレイクした蒼井優さんだが、共演者キラーとして有名で、恋愛禁止の俳優は蒼井優との共演を禁止している事務所もあるみたいだぞ。そんなところから蒼井優さんは遊び人なのではないかと噂が流れているようだな。あんだけ清楚な雰囲気のある蒼井優さんがまさか、表舞台とプライベートでは性格が変わってしまうのかしらね。7人目に紹介する人物はアビル優さんだぜ。2001年にテレビ東京の朝の児童向け番組、オハスタのアシスタントオハガールとして芸能界デビュー。それ以後はバラエティ番組を中心に、モデル、女優、声優などで活動されている方だぞ。とても綺麗な方よね。そんな彼女は芸能界でも多くの男性遍歴を持つタレントとして知られ、遊び人ではないかと噂されているんだ。また、行為が上手と元彼から褒められたこともあるみたいだぞ。確かに、これも偏見なのかもしれないけど、夜の営みはうまそうよね。8人目に紹介する人物は渡辺直美さんだぜ。ビヨンセのモノマネで注目を集めると爆笑レッドカーペットやエンタの神様といったネタ番組に出演。2008年には笑っていいとも、の14代目いいとも青年隊に抜擢されるなど、人気女性芸人として知られているぜ。現在では海外でもその活躍を見せているな。本当に才能のある方よね、尊敬できる方の一人だわ。そんな渡辺直美さんは意外と思われるかもしれないが、過去に夜のお店の嬢として働いていたことがあるそうだぞ。さらに小学生時代から一人、お経験、出会い系サイトに登録しているなど、行為に関するハードルはかなり低いとされているんだ。これもまた意外ね、どんな場面でもアグレッシブということなのかしら。9
9人目に紹介する人物は山本もなさんだぜ。ニュース23のキャスターに就任して間もなく民主党議員との路中が発覚、それが原因で番組を降板。その後はバラエティタレントとして活躍されているのが山本もなさんだ。そんな瞬間を取られてしまうなんて、恥ずかしすぎるわね。それだけにとどまらず、当時、巨人で活躍していた三岡選手とホテルへ行ったり、ゲームクリエイターとフィリピンへ二人で旅行に行ったりと、噂が絶えなかったぞ。そのことから遊び人ではないかと噂になったんだ。ちょっと爪が甘いと思ってしまうわ。しっかりとバレないように、プライベートは過ごさないといけないわね。10人目に紹介する人物は藤井里奈さんだぜ。ファッション雑誌ビビに2004年1月号から出演しており、スイートを担当。ランジェリー雑誌ピーチジョンのモデルとしても活躍された方だ。キャンメイクのイメージガールを務めた藤井里奈さんは、酒癖が悪いことで知られ、お酒で勢いをつけて男性と関係を持つことが多いとの噂だぜ。酒癖が悪い方のようには思えないけど、過去にも錦戸亮、田中聖、一茶など数々のイケメンと噂になっているぜ。すごい方たちと関係を持っていたのね、さすが藤井里奈さんって感じだわ。11人目に紹介する人物は菊池亜美さんだぜ。女性アイドルグループアイドリングの元メンバーで、モデル、YouTuber。バラエティタレントとして活躍されている方だぞ。今でもなお売れっ子のタレントさんね。そんな彼女は、テレビ番組で私すごくやり、って言われるんです。と自ら言うように遊び人と噂されているんだ。その理由は、酒癖があまり良くなく、お酒に酔うと簡単に関係を持ってしまう点にあるようだな。お酒の力は怖いわね。12人目に紹介する人物は浅田舞さんだぜ。元スケート選手で、浅田真央さんの姉である浅田舞さんは、過去にバラエティ番組内で、ノーパンであることを暴露して衝撃を与えたんだ。20歳の時には妹である浅田真央さんに注目が集まり、親からも真央と比較され続けたことからグレてしまい、ギャルメイクで毎日のようにクラブ通いをしたそうだぞ。そんな過去があったのね。さらに F という抜群のたわわには男性が黙っているはずがなく、これらの要因から遊び人ではないかと噂されているみたいだな。スタイルだけでそういう噂が広まってしまうのはあまり良くないことだけど、確かに完璧なスタイルだし、これは男性陣は黙っちゃいないわよね。13人目に紹介する人物はカリナさんだぜ。例の専属モデルを担いつつ、2001年から女優業も指導。以降は各種テレビドラマや映画、テレビコマーシャルなど様々な媒体を舞台として幅広く活躍してきた方だぞ。そんなカリナさんは、過去にフライデーで男性とのベッド写真がスクープされると、しばらく芸能界から干されてしまうんだ。それはこのチャンネルでも扱ったことのある話題よね。その写真が衝撃的すぎて今も鮮明に覚えているわ。これを機にカリナはお酒が大好きですぐに男の体を求めるなど、遊び人を思わせる噂が多数流れてしまったみたいだな。これはしょうがないことかもしれないわ。あんな写真で出回ってしまったんだから。14人目に紹介する人物はベッキーさんだぜ。ベッキーさんは、テレビ東京の児童向け早朝番組オハスタのオハガールの一員として、同番組のポケモンの名前の英語バージョンを紹介するコーナーでデビューしたぞ。以降バラエティ番組を中心に活動して人気を博したベッキーさんだが、彼女が遊び人という衝撃の噂が流れているんだ。ベッキーさん、まあモテるからしょうがないわよね。確かにこれまで清純派として活躍していたんだが、川谷絵音さんとの不倫をきっかけにそのイメージは崩れたぜ。以降は、オードリー若林、エグザイルの巻大、元ニュースの手越など、数々の男性との関係も噂されたんだ。そんな人たちとまで関係を持っていたとは、さすがベッキーさんね。15人目に紹介する人物は大久保佳代子さんだぜ。お笑いコンビオアシズのメンバーで、お笑い女芸人として活躍されている方だぞ。そんな大久保佳代子さんは、欲が強いことで知られているんだ。そうなの？ああ、また一般人男性とたびたび関係を持っていることはバラエティ番組の中でも公言しているぜ。さらに衝撃なのが、相方の光浦靖子さんの彼氏を寝取ったことがあるみたいだぞ。マジか、大久保佳代子さん、恐るべしね。16人目に紹介する人物は森下優里さんだぜ。デビュー前には、銀座の高級クラブや六本木のキャバクラでアルバイト経験があり、一月の最高で売り上げ2000万を出すなど、ナンバーワンになった実績もある方だ。彼氏はいないがボーイフレンドは32人いると公言したことがあり、そこから遊び人ではないかと噂になったぜ。それだけの男性交友を公言するのですから、そう呼ばれても仕方ないかもな。ボーイフレンドが32人って、毎日違う人と会っても1ヶ月じゃ収まりきらないのね。17人目に紹介する人物は海さんだぜ。2014年のミスインターナショナル日本代表のファイナリストで、グラビアモデルとして人気を博している方だぞ。そんな海さんは、過去にごまたをしていたことを公言しているんだ。本命の彼氏に構ってもらえず、寂しさを紛らわすためだったそうで、これが遊び人と呼ばれる理由になっているぜ。
だとしても5またはさすがに多すぎるんじゃないかしら。18人目に紹介する人物は谷初穂さんだぜ。女優、タレントとして活躍していた谷初穂さんは、バラエティ番組で、なんと22また経験があることを公言して衝撃を与えたんだ。いや、最も差がいたじゃない。弁護士などのエリート男性22人と同時に付き合い、それを谷コミューンと呼んでいたそうだぜ。女版マイケル富岡としてブレイクを狙うも、全員の男と関係を持つなんて不死だらな女と視聴者からは大ブーイングを受け、徐々に芸能界から消えてしまったんだ。まあ自分で公言してしまったんだから、それはしょうがないわよね。さすがにイメージも悪くなると思うわ。19人目に紹介する人物は前田敦子さんだぜ。前田敦子さんは、AKB48 時代に恋愛を禁止されてきた反動がそのまま欲に出ていると噂されたぞ。AKB 卒業後に急に綺麗になったとも言われており、これは男性との関係が女性を変えるとされてきた典型とも取れるぜ。なるほど。これまで佐藤健、三浦翔平、山本雄介などとの関係が囁かれてきたが、本当のところはどうなんだろうな。いや、前田敦子さんレベルならこれは間違いなく関係を持っていたでしょうね。最後の20人目に紹介する人物は深田恭子さんだぜ。深キョンの愛称で国民から親しまれている深田恭子さんだが、一部では肉食系と囁かれているぞ。これまで滝沢秀明、内田朝日、玉木宏、東山紀之などとの関係が噂されてきたが、どれも長くは続かず、その理由が深田恭子の性欲の強さについていけなかったとされているぜ。さらにその欲の強さからば、疑惑まで流れているんだ。深田恭子さんはそんな人ではないと思いたいけど、これは否めなさそうね。彼女ほどの美貌を持っていたら、遊び人になってもおかしくないと思うわ。想像以上に色々な方たちが遊ばれているみたいだな。ということで夜の噂があった芸能人20選を終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。